して3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んじゃ、これなんだよ。おいらのご飯なんて、お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから、口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルディじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルディ、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジ、すごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして、何か隠してたんじゃないのか。そうだな、他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする。何か新しい手がかりが見つかるといいな。どうだい、ここでの生活には慣れたかい。しー、まあ焦るなって。無駄に情報を他人と共有したくないんだよ。ここにはお前が言うほどすげえやつはいねえぞ。いたら絶対覚えてっからな。
俺、人の顔を覚えるのが苦手なんだよね。その特徴だけじゃ何も思いつかないぜ。すまんが、そんな奴は知らないな。本当にここの囚人なのか？どうも、あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません、あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい、どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって！どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。公爵様の目に映る私はさぞかし無能なやつなんでしょうね。まずはつい緊張してしまうこの悪い癖をなんとか直さないとですよね。さっきちょっと怪我しちまってな。なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部信用員さんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え？医務室に誰もいなかったのか？ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな。シグインはいつも仕事熱心なのに、こんな時間にどこに行ってるんだ？別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。
らの丸一日の食欲を台無しにしたやつだぞ。どっかに持って行っちゃってくれ。昼ご飯が待ちきれ。医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモラが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。え、なんでいきなり特別許可権をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可権は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひリネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。
旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え？これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは、特別許可権を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。いるはずじゃないのか。生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって、何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。うん、まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから、人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。これほどうち、美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。連続して働いた後は変な
な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ？これまでの調査って収穫があったって言えるのかな？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。サービス速を一つ。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可券がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可券を取られちゃうのか？そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可券をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。
やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくり慣れればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか。この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか。そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ。さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援するやつがいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与えるっていうのか。ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。おい、本気か。嘘だろ。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか。そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。起きたくないぞ。気
日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあどうするな。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまに。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は聞こごはどうする？いいぞ、作業のない時は鉄拳闘技場で暇を潰そう。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目でわかりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。わかりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。だったせいで午後はずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。おい旅人パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ、俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？オイラまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお、昨日隠しルールに逆らって投票券を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、開けたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて、オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。なんだ、お前大丈夫だったか。オイラに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色、ちょっとヤバくないか。わあ、やめろ、それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。うぎ、こっちに近づけるなよ、嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は
けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。さあ、どうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可権が惜しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。配り切らないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で、会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。本他社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえわかってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない、だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよくわかっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこい、とも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。一生ここにいる羽目になっちゃうかもな。
雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。オイラはちゃんとオイラに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。君たちか。ぶらつく暇があるってことはかなり懐に余裕があるんだろ。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。あれ、地面に散らばってる紙はなんだ？
応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった。お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。誰誰？新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で、1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。これでよし。こんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？鉄拳闘技場のゲームにはもう慣れたみたいだな。でもそういうゲームを毎回やるのってちょっと疲れるよな。そうだな、コリンズに行って難易度の低い適当にやってもクリアできるやつにしてもらおうぜ。その荷物、血の色の液体、やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなの？
の子？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べおいと。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何がいいタイミングなんだ？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった、じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回やつらは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員やつらと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけどお前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきちゃいそうだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか？おいら、血
と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。